いよね。コスプレイヤーマジで。コスプレイヤーみたいになっちゃった。違うんだよ。この色にしたかったわけじゃないんですよ。本当は昨日の色がベストでした。ああごめんなさい。ピンションの威力強すぎ。そう、移動地してから使うものだったから、あの染めた次の日に使うものではなかったねえ。薄ピンクのってさ、美容師さんにさ、なんかピンクラベンダーブラウンベージュみたいな甘いピンクな感じはちょっとしたくないなって言ったの。ブラウン味があって、ちょっとラベンダーとピンクがほんのりあるみたいな感じがいいなって言って、お願いしますって言ってたら、これです求めてない色。もうやっちゃったよ本当に。美容師さんに謝るよこれは。ごめんなさいって、本当にごめんなさい言うて。そうだよ、オーダーした意味ないんだから。やばいよね。いや本人もこんな色になると思ってないし、なんかいろいろ事故でした。そうだからさすがにあのホテルだとめちゃくちゃ色落ちしちゃうかなみたいになって、そうじゃあと思ったんだけど、ガチャガチャしたちいかわのお布団、え本当にすぐ落ちるんで。アーニャに見える？アーニャピーナッツが好き。そう持ってったの、なんか一回きりのやつがあったんだけど、ちょっとマジで一週間くらいもこのピンクの色落ちかもねって言われた。あれだったら着ていいよって言われたんだけど。そう、愛がね、なんか疲れ果てて寝ちゃったから、私お風呂入ろうと思って、で、やったらこんなんだった。で、いや、まさかと思って、したらこんなんでした。びっくりですよ、本人も。本人の方がびっくりですよ。なんかいろいろ寝ぼけてて、こっちなくしたとか思ったら、全然あるし。ちゃんと持って帰ってきました。本当にあの本当にこの色にしたかったわけじゃないんで、ちょっとマジで、あのすぐ洗います。今すぐにでも黒茶色にならないかなっていう。いやこのシャンプー優秀だよ。染めたい人ぜひいたら聞いてください。どのカラーシャンプー。ということで、福岡旅行に行ってきました。あ寒い。あのこの寒波の時にその外旅行って結構きついんですね。きついですってことが分かった。ハード。でもいろんなとこ行ったかも。結構太宰府行きました。今日は食べ歩きできた。そう10年に一度だもん。私本当に皮膚薄いからさ、鼻のファンデーションめっちゃ取れちゃってさ、今日はまだ割と大丈夫の方なんだけど、予定通り。うん、でもやっぱ車とか使った方がいいのかなってなった。結論間違え餅、間違えた梅替え餅食べましたよ。
か、そういちご大福もなかみたいなのも食べたし、何食べたかな、なんか明太子のなんか焼きおにぎりみたいなの食べて、あとは唐揚げ食べたかな。そう、寒いからさ、梅ヶ枝餅めっちゃ美味しかった、めっちゃ美味しかった。買って帰ろうかなって思ったんだけど、まあ、でもそれは現地で食べるから美味しいのかなと思って諦めた。お土産はなんかめんべいとか、めんべい、ほぼめんべいです。もつ鍋は昨日食べました。ちょっと混んでたんだけど、でも言って20分くらいかな待って行きました。めっちゃ美味しかった。あとごまさばも食べたし、だからイカがねあんまり今旬じゃないんだって。イカが食べれなかったのがちょっと心残りだけど、そうで中洲とかも行ったんだけど、中洲の屋台って今あんまりないのかな、あんまなかった気がします。わかんない、場所知らなくてあんまり、そういろいろ歩いてたんだけどなんかあんまりなかった気がする、です。マジでこの髪の毛の色本当にやだ、もう本当に。ラーメンは昨日ね、昨日と今日食べました。だから2日連続ラーメン食べた。食べ過ぎ。屋台マジでなかった。やっぱそうだよね、全然なくて諦めちゃった。そう、なんか全然お店とかも分かんなくて。もう本当に髪の毛やばいよね、本当にもうマジでやばい、本当に本当に落ちないかな。一蘭本店は諦めた。でも昨日の夜なんか一蘭本店をねの前を通ったの、そしたらなんか踊ってた、一蘭のなんか建物のなんか外装とかで踊ってる人がいた。そうなんだ、屋台全然なかった、びっくりした。いや一般の人じゃないと思う、なんか一覧のその建物でちょっとなんか Vlog みたいなの作ってみようかなと思って、結構動画撮ってみたからちょっとあのいつか作ります。いっぱい撮った、写真もねちょくちょく撮ったから。でも今日この髪色になると思ってなくて、そう昨日の髪色の方が可愛かったって友達にいっぱい言われてます。そうだよねそうだよねって、もう本当にあのピンクシャンプーしないです。やばいでしょこの色、何これどこの人ですかって感じ。飛行機がねめっちゃ遅れてたんだよね帰り。そうピンクであんだけ喜んでみんなも褒めてくれたのにこうなるようになっちゃった。もう今日でどれだけ落ちるかなって。嘘かわいいかこれ、 K-POP にそう。優しい。そうだからなんかコスプレイヤーみたいになってるんだよね、しかもリボンもつけてるし。だから昨日の髪の毛の色でリボンつけたかったのに、
派手すぎ。てかまあまあ綺麗に染まってるんだよね。ちょっと待って、色落ちしやすい方法とかないのかな。もうね、ほんと昨日の髪の毛の色がもうすごい、なんか悪いことしか書いてない、このブリ色落ちをさせる方法が。え、マジですごいよね。なんでこんな入ったんだ、逆にびっくりしたもん。だってもしやと思って、ドライヤーしててあると思って、でなんかこうやって、ムラシャンしたら落ちる、これ本当に本当に落ちますか。ムラシャンはあるけど、シャンプーしてた時気づかなかった。あそこに鏡がないからさ、洗ってる時にショック。美容師さんと電話して、ごめんねって、俺手入れの方法教えてなかったよねって言って、私がちょっと先になんか昨日ピンクシャンプーした方がいいと思って入れたらこんな色になっちゃいました、ごめんなさいって謝って、そう謝ったらごめんねって、なんかちゃんとアドバイスできてなかったよねめっちゃ頑張ってさ色染めてくれたのに、こんな色にさ自分でやってさ、本当にマジでクソ迷惑な客、迷惑すぎるでしょ、やばいって。いや、まさかと思ったよ。自分でもまさかと思って、こんなになってると思ってなかったもんね。ちょっとマジで反省です。本当に風邪ひいたかもしれないので、配信終わったらすぐ寝ます。間違えた、お風呂入って寝ます。いっぱい歩いた。あとは、ジョンマイラブが今日から東京公演始まったので、配信も私の28日の夜公演が配信もあるみたいなので、来れない方はぜひ来てください。ちょいちょい映ると思うので、お時間本当だ。28日来るよって方はいますか。これ前も聞いた。ランキング見ます。13位幻さん、12位新血うなとり丼さん、11位ペロペロチーノさん、10位クロケンさん、9位バイキャットマーク、髪色かわいすぎるマッス、もうアーニャにしか見えんさん、8位りょうりょうさん、7位中心アットマーク、超大物なとり丼さん、6位やすんさん、5位リューストさん、4位ボンダットマークなとり丼、ピンクもかわいいようさん、3位ひのちゃんの中心さん、2位ゆうきさん、1位けんせいまきしさんです。ありがとうございました。まあ、でもこんな真っ赤じゃないとさすがに落ちると思うので、もうちょっと明日また見てください。髪の毛の色落ち、ちょっとこれはやばすぎる。初めて失敗したかのような気持ちになってます。あ、ギリ15分よかった、ありがとう。じゃあまた明日ちょっとゴシゴシしてくるね。ありがとう。あとあれ、ドライが頑張ってくれてる人も本当にありがとうございます。また明日も頑張りましょう。それではおやすみなさい。またね、ちょっと切ります。